ございます。はい、じゅんです。今日あとさやかちゃん、さやかです。それから久々にかいとくん、久しぶりです。今日はこの3人でラウンドしていきたいと思います。はい、ゴルフ場は日本長江ゴルフクラブです。撮影協力ありがとうございます。はい、今日はですね、はい、普通にラウンドはしません。出た、またそういう感じ。この間宮里美香プロにやってもらった5本チャレンジ、5本クラブチャレンジ、私たちもそれをやりたいと思います。はい、やってみようじゃないか。自信はありますか？全然ないです。自信ない。クラブはさっき選んだんで、その動画はこちらですって感じで流れると思うんですけど、私はね、やったことあるんで、はいはいはい、あ、そっか、有利だね、それは有利かな。でしょうよ。さやかちゃんはあるんですか、やったこと？ないです。ないですか？ないです。まあ、でも、うまいしね。カイトさんはまあ、いや僕は下手です。プロじゃないですか。一緒にプライベートでゴルフ行った時、前半同点。じゃあ1個勝った。あ、1個勝ったのか。でも1打差で勝ったぐらいうまいんで。そうなんですね。あとこの間もう70台出ますよ。白だ。レギュラーティーから。すごっ。プロ。頑張ります。はい。でですね、勝負をしたいと思います。はい。カイトくんは黒。黒。一番後ろから、はい、私たちは赤ティーから。ありがとうございます。なんでさ、白でやったらクラブなくなっちゃう。え、じゃあ待って、赤ティーのベストスコアいくつ？73。いくつ？75。あれ、じゃあ俺本当に頑張んなきゃいけないんだよ。ベストなだけだから。ベストなだけだからね。そうそうそう。あ、ってことで行ってきます。じゃあ。あれ、いつの間にいなくなっちゃったんだ。カイトさん、はい、何使いますか？いや、狭いし、知らないのに。あんまり距離ないから、知らないけど、うん、まあ、ちょっともう、ティーショットはもう3番アイアン一筋でいこうかなみたいな。おー、ウッドなし。ウッドなし。ウッドなしで、で、まあ、パターは必然的に選ぶとして、うん、残り3本は、まあ、一番下で54度にして、間が空きすぎるのも困るから、じゃあ9番かな。9番で、まあ、下を充実させる感じで、まあ、9番で170弱ぐらい打てるから、そしたら、まあ、ある程度のところだったらいいかな。で、まあ、あとはパー5考えて、5番アイアン、この5本でいきます。アイアンマンですね。アイアンマンで。なんでニヤニヤしてんだよ。今日綺麗なお姉さんばっかだから楽しいなと思って。じゃあさやかちゃんは？はい、私はなんかここ1回回ったことあるんですけど、うん、狭いっていうイメージしかなかったんで、うん、ドライバーは封印します。はい、あら、で5番ウッドか7番ウッドどっちにしようか迷ってるんですけど、5番ウッドと、私もパターンと、パターと、56度と、あと2本。7番アイアンと、え、9番とピッチングどっちにしよう。知らない。知らない。やばい、冷たい。敵だから。冷たい。敵だから。知らない。やばい。ピッチング。はい。以上です。はい。じゃあ、では。青木さんはまずパターと、はい、ドライバーいきます。おお、勝負師だね。まあ、58、はい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 、58と9と P 迷うけど あと1本、7か6か迷うね。そしたら真剣に悩むじゃん。7です。7できます。ということで、じゃあこの5本で勝負していきたいと思います。お願いします。はい、ついてるやつあるか。始まる前じゃ、今日は人が多いので、ちょっと待ち時間があります。仲良しです。切っちゃう。でもなんかスカートにしちゃう。
でさ、なんかここがちょっと浮くっていうかさ、ここ浮き、浮くじゃん、うん、それも何の話してるところを撮ってんの、マジで。大丈夫、こういう雑談今日は撮ってて、うん、すごいじゃん、去年もさ、今年もさ、あれじゃん、リンゴールで取材した人がさ、勝つ、日本オープン。そうなんだよ。え、そうなんですか。去年、チャンキーも行ったもん、俺、福岡まで。去年誰だよ。チャンキーも、俺と、あれだよ、あの、ショータイムゴルフの翔太、あー、2人で福岡行って。すごいよね、まさか、撮影して、まだ放送してないわけ、稲盛シリーズ、うん、明後日、明日か明後日かなんだけど、見てたらマジと思って、上にいるじゃんと思って、勝っちゃったな、すごいよー。358ヤード、風は左からかな、右が OB っぽいんで、左右 OB っぽいんで、OB 行かないように。はい。え、なんか人入ってきちゃったよ。ボール探してんのかな。多分。わかんないけど、近くまで行ったら。確かに、50ヤード打ち込みですもんね。前、ジュンさんぶち切れてた。最近の調子はどうですか。最近、はい、ダメなんですよ。ダメなんですか。肩痛めちゃって。あら。全然練習も本当1日50球ぐらいしか打ってない。うん、でも毎日はやっぱやるんだ。毎日はやってるんですけど、本当、うんうん、球数打てないんで今、うんうん、じゃあ今日ちょっと危ないかもしれないですね。女性2人めちゃ本当に負けたくなくて、うん、そう、僕さやかさんは昔から知ってて、はい、あ、ね、すごい仲良さそうな、そう、すんごい仲いいんですよ、うん、前もプライベートで泊まりでゴルフ行ったり、みんなで、仲良し。僕年末年始はここ最近ずっと中里家で過ごしてて、そうなんですね。もう本当仲良しです。じゃあちょっと、そうだから勝って勝ちたい。余計勝ちたい。じゃあ行きましょうかね。はい、お願いします。お願いします。OK です。え、すごい低グラウンダーだけど、うん、赤っていない。はい、じゃあドライバーでいきます。そう、ナイスです。もっと右、左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 、あ、いいじゃんね。あ、書いたのその辺ってこと。あれよりもっちょい、うまいな、うまいね。うまいな、うちのさん、やばい、トロッコチョロしてほしい。うん、った。お願いします。はい、ナイス。あ、やばいやばいやばい、うん、オッケー、セーフ、セーフだよ、セーフ。さっきオープニングの途中で早く出てって言われちゃったんですけど、全然まだ前いたんで、うん、大丈夫なんですけど、今日はですね、負けた人罰ゲームがあります。あら、はい、なんだろう、何用意してんの。あ、これはでもさやかちゃんの提案でですね。何だろうって言ってさやかちゃんの提案でですね、顔に落書きをしましょう。待て待て、これ油性ペンでいいのね。うん、油性ペンでね。はい。油性ペンしか用意しませんでした。なので、まあ、ちょっとハーフはこの5本でラウンドするので、はいはい、それで負けた人、これはスクラッチです、はい、スクラッチで負けた人、はい、一番ビリが顔に落書きされます。はい、ではハーフ終わって落書きして、落書きしてそのままハーフやる、ハーフやるでしょ。はい、罰ゲームだからずっと顔がおかしい。だからビリの人に対して1位2位が書く感じでいいんだよね。そう、 OK、負けたくない。ピンまで133ヤードです。いきます。7番ヤードです。ナイス。ありがとうございます。いいね。フェアウェイがちょっと止まっちゃうね。止まった。止まりました。あれ、スピン入ってたかな。はい。9番で。ああ、傾斜来てるな。結構これ止まるんだろうな。うん、
っち、はいこっち、やばい、でかい、フライヤーした。めっちゃ飛んだ。フライヤーした。124ヤード7番アイアン。完璧じゃない？距離的に。どこ向いてるか分かんなかった。58。うわ、下ドロドロだから出せるそう。エビ、撮ってます？撮ってるよ。やばい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 。ナイさん、はい、ありがとうございます。かわいい。58です。あ、強い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 。バカバカ。朝一だしね。うん、むず。乗らないよ。フェレ。かき声のみ。雰囲気出たでしょ。あ、今日グリーンもティフトンだからちょっとね。ティフトンって何ですか？ちょっと硬いの。そう。コーラみたいな感じ。あーはー、もう全然いかないよ。ダフったんですか？冗談じゃないよ。入れてボギー。おーし、まっすぐ。ナイスです。 OK ってありますか？ OK あります。 OK です。 OK です。出ます。2回転くらいした。なんたらスイッチみたいだった。ピタゴラスイッチ。あいや、ノーオッケー。うん、伸びるよ伸びるよ。上からはさやかさん伸びるよ。そんな私パタ下手くそ。うわー、まっすぐ、ゆうた。いいやー、この距離。これ、俺知ってる？俺、ギレダボなんだけど。いや、ダボだし、私。さやかちゃんもダボだ。下手だね、みんな。みんな下手。頑張ろう。ちょっと待って、何してんの？何してんの？大丈夫、変なのなんない？今日みたいな。オッケー、ナイス。取りちゃった。やだ。甘い取り。これね、これね、コメント欄荒れるよ。やったー。これね、コメント欄荒れるから。荒れないでしょ。この五流とか言われるんだよ。二流でも三流でもなく、五流まで行く。まあまあまあ、五で済んでくれればいいけど。なるほど。なんかそんなこともあるんですね。全然あります。しょっちゅうです。これちょっと左ギリギリぐらい狙わないと、はい、右突き抜けそうな気がする。うん、ハートミック、すぐそこの、うんうん、ハートミックの上に出すイメージ。はい、うわあ、はい、こっち、うん、あ、完璧よ。大丈夫。完璧じゃない？めちゃめちゃ良いです。あんな綺麗に。さすがですね。嬉しい。嬉しい？
嬉しい。左目。それはない。じゅんちゃん OB ですね。皆さん OB です。あ、前よかな。あば。あば。ここ狭いね、このホール。狭い。やっぱ七番アイアンだったな。しょう。あ、やばい。やばい、やばい、やばい。ハート見ちゃねんなよ。おお、出てきた。おお。ど真ん中。マネジメント。いいとこ。もう一回5番と使います。はい、右はダメ。左。よいしょ。おお。いいところ。いいよ。おお、ナイス。ちょっと大きいかな。おお、ナイス。いや、俺完璧かと思ったら意外とね、あわや OB、ね、うん、危なかったです。155ヤード、9番ヤンで。目に入った。行った。どこ行った？バンカーの奥。左、うん、大丈夫。めっちゃ顔についた。7番。OK。 全然いかん。ありがとうございます。サブグリーン。ありがとうございました。4打目でしょ。はあ、大丈夫かな今日の企画。真剣にやってよ、頼むから。君たち二人にかかってんだな今日は。最近はの調子はどうですか、ゴルフ。最近私なんか全然調子悪くて、うん、その前サニーフィールドってとこ行ったんですけど、カイト君と、うん、なんか1打差上がったって言ってるじゃないですか。カイト君44で、うん、私45なんですよ、全然霞に。カイト君大丈夫。予選落ちたのって話してた。それは、ね、完全に落ちてますよ。ボギー叩いたら何だって言ってたけど、ほとんどじゃん。そう、そうなん。ボギーじゃん。なんかスコア言わないんだなと思って。ああ、一打差っていうところでね。からもうビビッと出して、ビビッ。良かったですね。よしとしましょう。58です。手前から跳ねるもんね。跳ねるね。あ、強くない？なんだろう、今日めっちゃ強いな。ちょっとパンチ入ってるね。うん、わあ、切れた。オッケー。はい、ありがとうございます。ボギーです。入れて取り。結構曲がってる。俺のところ変なマウンドだった。あ、本当だ。おい、おナイス。
ナイストリー。入れパー、入れパーパー欲しい。ナイスナイスパー、トップ単独トップ、単独リーダーだ。あ、やばい、忘れてた、ラッキーのことを。私ハンデ必要かも、やっぱり。今2オーバーでしょ、うん、これ4オーバーね、5オーバーでしょ、うん、今変わんないよ。俺なんか鳥ボギーだよ。全日本のプロと名乗ってる皆様方、大変申し訳ございません。日本のゴルフのレベルをね、こう下げてしまっているので。でも、あ、はい、まあスコア出すのもプロだけど、ゴルフの楽しさを伝えるのもプロだから。ああ、間違いない。魅力を伝えましょう。今日は後者の方で。そうです、はい。前者はお任せします、皆さんに。素晴らしい。ゴルフの楽しさを伝えるチャンネルだから、はい、大事ですね。まだいますね、そして次も、次パー5ですか。次はね、パー3です。